どうもベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきたいと思います。今日皆さんに紹介するお店は2022年の2月の10日にオープンしたばかりの名古屋栄にあるうなぎ屋さんであります、うなぎさんです。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。レッツゴー。今回紹介するこのうなぎさんのお店は地下鉄の矢場町駅から徒歩4分のところにお店を構えています。お店のエントランスにはこのようにうなぎのメニューが飾られていて非常にインパクトが大きいです。このメニューの中から今回は食べ比べの紅白重をいただいていきたいと思います。それがこちらになります。上段が白焼きのまぶしとなっていて、下段が通常のひつまぶしとなっています。2種類のひつまぶしの味わいを楽しむことができ、さらには味の違いを楽しめるメニューとなっています。一体どんなひつまぶしが出てくるのか楽しみです。さて、注文したひつまぶしが運ばれてきました。非常に重厚感のある器に入っています。早速蓋を開けていきましょう。オープン。オープンすると中には白焼きのひつまぶしが入っていました。蓋を開けた瞬間に漂うこの香ばしい香りもなんとも素敵ですよね。そして下段の方にはご覧の通り通常のひつまぶしが入っていました。共にうなぎが輝いているように見えます。それでは早速食べ比べしていきたいと思います。このように薬味もついていますし、どうやら白焼きにはこの塩だれをかけて食べるのもおすすめなんだそうです。早速一つずつ食べていきたいと思います。まずは上段に入っていた白焼きからいただいていきます。白焼きにはこのように塩だれをかけていきます。どちらかというととろみのある塩だれのようですね。一口いただきますと白焼きの香ばしい香りと歯ごたえとてもよく、さらには塩だれが効いていて非常にこれは初めて食べる感覚です。白焼きを食べてみるととても美味しくて、うなぎ本来の味を楽しむことができます。さらには備え付けられていたこちらのすだちも絞っていきましょう。すだちを絞ったこちらの白焼きもいただいていきますと、先ほどの塩だれとは異なり非常に爽やかな風味を感じることができました。続いては通常のひつまぶしをいただいていきます。先ほどの白焼きとは異なりタレがうなぎに染み込んでいるので、うなぎの香ばしい香りとさらにはタレの甘辛い香りがしてきます。一口いただきますとこちらの通常のひつまぶしも非常に美味しいです。続いては薬味とそしてわさびをうなぎの上に乗せて食べていきましょう。するとこちらも爽やかな感じがして味の変化を楽しむことができ非常に美味しいです。そして卓上には有馬山椒が置いてありましたので、ぜひこのうなぎにかけて食べてみてください。山椒の風味が合わさることによってよりうなぎの美味しさが増すように感じました。そして最後はひつまぶしといったらやはりお茶漬け風にして食べていただくのが一般的ですよね。こちらもお茶漬け風にしていきましょう。これまた海苔の香りがとてもよく効いていますね。お出汁の香りがとてもよく効いていて、一口食べてみてもとても食べやすいお茶漬けになっていましたし、最後だと正直お腹がいっぱいになってくる頃なんですが、これはペロリと最後まで食べることができると思います。全体通してとても美味しかったですし、最後まで楽しむことができるひつまぶしでした。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい料理そして日本酒など多数動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは See you!